よし、歌っちゃいますか。盛り上がってくださいね。なあ、ああ、片付けるかね。二度と会えなくしゅう加減しねえぜ。私の番ですね。怖いよ。勝てますかね。外さないよ。どうしようかな。痛い目に合わせますよ。奥の手。なめんなよ。よし、いざ。よし。とっておきだ。おいよ。よし。わかった。ほら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 来いよ。さて。来いよ。頑張ります。せよ。なに。
ったぜ。任務完了。私の番ですね。やめんなよ。どうしようかな。はっ、よし、勝ったね。勝ったね。これは今結構しないのいらっしゃるのか。さて、気をつけて。ホームレスの人向けの炊き出しか。おい、あんた。は？いや、別に。あんなに見てて。待てって。違う。白門さん、お腹が空いてイライラする気分。アマちゃんが。おい、落ち着けって。あ？危ない。おい、今度こそ行く。別試合。練習試合に行きます。私の番ですね。すみませんでした。お！ありがとうございます。ああ。相手にならないんじゃない？さて、
やるか。なめんで。頑張ります。かかってきなよ。見せてやる。やめるなよ。かかってきなさい。よし、行くぞ。来なよ、かかってきなよ。見せてやるよ。タイミングに合わせますよ。私の番ね。そりゃこいつで。よろしくないな。敵が喧嘩だったぞ。よっしゃ。村長、うん、うちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました。あの日あんたが一番もしよかったら。そう、わかった。話してしろ。ああ、ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれて、起きて、不定期に運び込まれて。死体の、それを運び込んでくるのは荒川組って。カムル、荒川組って、マジっすか。でも昔からってことは。詳しくは知らん。ただ俺がここに住み着くずっと前からな。処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら、刺されたの、殴られたの、どんなんだろうが、ゴミの山の下に穴掘って埋めちまう。何体埋まってるかは知らん。バブルの頃は月に一度はあったらしい。俺が村長になった後も3人運び込まれてきた。殺しの荒川組か。ただし運ばれてきたのに息があった場合は、さらに裏の取り決めがある。いや、今までの話も十分裏でしょ。運び込まれた人間に息があった場合は、死んだことにして救って逃がす。え、なんでそんなこと。自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。借金で夜逃げしたいやつ、組織に狙われて逃げているやつ、そういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だ。だから滅多にないケースなんだがな。じゃあ俺の場合に、その取り決めがあったからあんたは俺を助けてくれた。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんなやつでした。荒川組のもんだろうが、俺もそんなのまで確かめやしない。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。すまねえな、一、死んでくれ。頼んだぞ、一。え？なんだ今の。ん？おやさん、俺を多分。なんだそれ。いや、確かに。よう、希望を持つなとは言わねえ。お前がここに来た時、ちょっとした行き違いがありゃ死んでた。お前が荒川のことを信じたくなってるのは。それでもおやっさん会合に来てた。ん？いや、なんでもねえよ。
どちらまで。それでは。先にやらせてもらってるよ。いいんですか？お前がおごってくそうしたいですけど。しや、どうやらゆっくり飯。うまい北京ダック。あなたとおやさんがそういう関係なのか。偉人町の偽札は戦後末、先代の清流会と半品流馬、その人。ただしその他にな、運び屋、そのうちの一人が旅回りのお役者。そいつは荒川真澄の父親だ。え？ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億は、そいつはどんな理由だろうが許されるこ。清流会は他の運び屋たちの手前、けじめをつけなければならなかった。だが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代はいずれ食ってことは、そうだ。つまり俺は荒川敏夫と個室にいたのが、それがまだ14の息子だと分かった時にはもう殺された親を最初に発見するのがその子になる。後で知ったことだが、偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその二人は海に沈んで消えた。じゃあ大安。ああ。そして座長を失った一座も、荒川真澄は役者、何者も頼れない彼らが生きるに。荒川が入ったのは東条会の枝で、氷川興産って組だ。随分きついとこだったらしい。殺しも平気で請け負うような組だったみたいだからな。だから氷川興産はしょっちゅう死体の処理に追われていた。マジ？荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその下、彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え？東京の組なのに。少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。そうすれば父親。そうか、その時からおやさんは偉人。荒川は偉人町に通っては必要。たった一つ、あの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔、そして事件から7年が経っていたある日、差出人は荒川真澄だから、ボディーガードも誰もつけず、俺はた一人で。危ねえだろ。じゃあどの道ろくなしに、あの時の子供に殺されるのなら、俺にとってあの殺しは今をここに。まだ二十歳を過ぎたかどうかって、その目はもう何人も殺めてすさみき。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなく、その理由、どうせ殺される身だ。偉人町の秘密だ。その間銃を手にしていた荒川は、だが俺の話に全
そのまま出て行こうとする荒川をって、あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃそう言って、1984年にその時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺を送り、ああそれもわざわざ裏面を白紙にした特注。なんで説明は難しいな。恩義と、ああ俺は、だが彼は俺の命を取らず胸に、それだけじゃねえ、偉人さんの均衡を保つことも荒川には途方もない恩を受けた。だがけじめの気持ちも、その気持ちの印がそのエラーの偽札の秘密は俺や偉人町の急所だ。だがその秘密が保たれ、ずっと偉人さんが成り立っているのは、そしてもしその二つ、そのつもりで恩義平行を、賞や罰を常に適切に与え、俺が背負って、さすがにほとんど、そういう、しかし今それは俺だけにわかる。あら、お前という男が、おやさま、荒川もそのだがな、だとすれば、カムロ撃ったのは殺すために撃ったんじゃ違う。今俺には、いえ、ねえ、俺にとっちゃ、そのだから信じれるんです。おやさんを信じなきゃいけない。カスガ、はい、お前そうか、親としてさぞかしや。荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が、衆議院解散総選挙により改めて民意を、新たな内閣、新たな民事党を打ち出して、さらに東京都知事の青木良氏を任命したことも発表され、現職知事が与党の幹事長を兼任するの、ご容体いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が、病院のルールを守れと。当たり病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたは偽札作りは国のルールを根底から、あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家、お前にそれ、あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど、あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞だが、1年も経てばそれが青に覚えていますか、民事党の推薦を希望するブリーチジャパンなど現実を知らない。荻窪さんの選挙区は神奈川、次の総選挙ではブリーチジャパン、もちろん。どんな気分ですか、現実を知らない子供。神奈川2区で我々の候補が当選するのは、まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始め、あそこは不法投棄の、彼らをゴミを、いいえ、社会のセーフティーネットからこぼれ、しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに、や自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが、おっと、長話、私は心からそう思う。綺麗に再開発された偉人町が完成した暁、そしてその時の元幹事長の顔を、
ここが春日君たちの。ああ、遠慮することは、まあくつろげる感じで。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば、どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。半順儀から止めてくれなんて頼まれたら、俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順儀は引退した俺がいつまでも景気示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか。人が集まる場所には情報も集まります。ここ情報か。その後あんだけ暴れまくったんだから、警察も動いたんじゃねえのか。警察？そういやここんとこ見て、コミジュルの一件でブリーチジャパンは、はあ、テレビもし警察さえ手出しできない、そこに危険を顧みず突入しててね。そんなの。それだけじゃあり、ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表小笠原が死。どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致。そうよ、あいつ近江連合に助けことは、そん革命の英雄。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかった。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷、事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇。くそ。どうしますか今から警察に。無駄だな。警察はマブチの息がかかった連中だらけ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らさ。完璧に。わかる。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジルに乗り込んだ。そこは結果論ってやつかな。今の世論の流れからそれを警察も検挙しようがない。このままだとコミジルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなる。そして我々に味方しかくまってください。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡。荒川のおやすさんは相当とない。一人でも多く。まだ、また連絡させてもらいます。そう、しかしその荒川マス、おやすさんは殺すために撃った。生かすために。まあその話は長くなるから、とりあえず蝶も加わったことだし、いろいろとこの先いつどうなるかわからねえだろ。賛成。
みろ。舐めるな、舐めてくれるよ。ほら来いよ、ほら来いよ、こっち見ろよ。私に勝てますかね。おれおれしてみろ。ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ、ほら来いよ、こっち見ろよ。叩きのめす。おれおれとどめい。私の番ですね。ほら来いよ。
私の番ですね。なめんなよ。くらえ。避けられるかな。ぶっ飛ばしてやる。人間に勝てますかね。頑張ります。ほら、来いよ。奥の手。勝ったな。